最初、三島さんのお宅に伺ったときは、なんと厄介な相談だと思いました。尿は出ない。汗も全く出ないと言うではないですか。顔は、バイをかぶせたように真っ黒で、全身、血の気がありません。頭にはむくみがあって、ぶよぶよしていますし、なんせ全身がかゆいかゆいの連続で、ひっかきむしっているではありませんか。 よく聞いてみると、皮膚ではなくて、皮膚の下が死にたくなるようにかゆいと言われる。こんな相談に乗ってよいものか、正直言って迷ったところもありました。と話されます。当時の様子を語ってもらいました。当石3年目の夏、平成7年8月末、温熱法のセットを両手に持って、三島宅に伺う。今で話を伺い、 人構成体質であることを確認美和温熱法を開始する初回は体が温まったぐらいで終了本人は気持ちが良かったがさほど変化は見られない様子翌々日2回目の美和温熱法を行う2度目も体が温まって気持ちいい程度で大きな変化はないむしろ頭のむくみに触れたりして 痛いことが苦痛だった様子。村山さん、私は汗が出るようになりますかという問いに少し間が空いて、経験からすると、10回目には出るようになりますよ、と答えたそうです。今まで温熱法をやってきた人の中で、汗が出だすまでに早い人は最初から、長くかかった人でも7回目が最高だった。しかし、 ここで三島さんが諦めてしまったらご本人も救われないだろう。なんとか良くなってほしいという気持ちが10回目には出るようになりますよと方便で答えさせたのだった。汗が出ない苦しみは何とも辛いものがあります。温熱法で温まると一時的には楽ですが本格的な発汗がない限り病状は好転してきません。ご本人も。 なんとなく良さそうだという気持ちとこれで本当に良くなるのかという気持ちが入れ混じって当初は迷ったそうですそんな時にご主人の一言が大きな助言になりました村山さんも一生懸命に来てくださるこうして1日の仕事を終えた後に8時9時に来てくださる人が他におるかここを帰ったら 村山さんが家に帰るのは日をまたいでしまうのに、お前も頑張らにゃいかんぞ。と、ご本人だけではなく、ご主人の強い後押しが支えになり、続けられたのが良かったのだと思います。その後、3回目、4回目も、やや、好転の兆候はあるものの、今一つ、ご本人の段では、あの時が一番つらかったと言います。 7回目を終えた次の日、小子料が出始めたというではありませんか。もしや、これは、と、本人だけでなく、家族の人も熱い期待を持ったと言います。予告通りというか、10回目のビワ温熱法では、今までたまりにたまり込んだ汗と体内の毒素がどっと噴き出し、温熱法のセットから出た後のビニールの上には、油のようなものに、 表面に白い粉が膜を張ったような状態で悪臭を放っていたそうです。ご本人は続けて、匂いの何のって、そりゃ、これが自分の体の中にあったのかと思うと愕然としました。水の上にうどん粉のようなものをまくとパーカラッと広がるでしょう。ちょうどそんな感じでギラギラしたものが浮いていましたね。それからは体がすごく楽になってきて。 胸の下に帯状のシミのようなものがあったのですが日にちが経つにつれてだんだん薄くなってきましたし顔色も良くなってシワが薄くなりました以前旅行で温泉に行った時自分の足が他の人の足と違う感じに見えたことがあったそうですというのもまず肌が日本ろうそくのようにツルツルしていて色が悪く全く毛が生えていなかったのです 美輪温熱法を実行しだして3ヶ月ぐらい経った頃、自分の足に毛が生えてきた。村山さんに毛が生えてきた。と電話したら、どこにと言われ、2人で笑ったこともあったそうです。当初、1日おきにしていた美輪温熱法も、症状が軽くなるにつれ、週に1度になり、2週間に1度になり、そして月に1度になりました。 三島さん、あなたの病状も随分良くなったようだし、当分美和温熱法も必要ないし、食事や運動に気をつけていれば大丈夫だと思うから、私から押しかけてくるのは、今日で最終にしときます。また、調子が悪くなったり、不安なことがあったら電話してくださいよ。と言って別れたのが、去年の春頃でした。あれから、 1> 約1年と半年が過ぎて、村山さんのところに、三島さんから電話がありました。最近、また、ちょっと調子が悪いんです。見ていただけませんかとのことでした。しかし、ちょうど、その頃は、静岡の仕事と重なっていて、岐阜まで行くことができません。そこで、本部から応援に行くことになったのです。スタッフと二人で、 朝早く車で出発。三島さんのお宅に着くと丁寧にお辞儀をされて村山さんには本当にお世話になっているんです。私の命は村山さんのおかげだと思っています。だけどこの頃また少し調子が悪くて汗はほどほど出すように歩いたり運動には努力しているんですが最近咳が出たりして苦しいのです。 ビワ茶は飲んでますよ。他のお茶や水と違って、体にたまらないから、楽で重宝しているんですが、それだけではいかん。やっぱり、ビワの温熱法しかないと思って電話しました。と話す。やはり、体内の毒素が十分にできれなくて、つらい様子だった。早速、ビワ温熱法のセットに入る。温熱法を行っている最中に、 枕越しに話をされるでも私ぐらいだよこんな幸せ者はまだ元気でこうして不自由なく生活しておられるんだから5年前に透析を始めた頃の仲間の半分はもう亡くなっていないし残った人たちのほとんどは入院生活をしてるんですもし私が入院したらお父さんも大変だし娘にも迷惑かけることになる 3人いる孫は買い男の子だし、お勝手するには女でないとできないし、体が悪いながらも、日々、非常に感謝深く生活されているのがよくわかります。美和温熱法を終わった後も、ありがとう。ありがとう。と、何度も礼を言われました。帰る頃には、ご主人も仕事から帰ってこられて、手土産に、と。 岩竹正確には岩苔をいただいたなんとこの岩岳は断崖絶壁にしか生えなくて50年ぐらいかけて大きくなったものだそうでしかも雨の日でないと取りにくいらしくまさに命がけの一品ですそんな温かい家族の思いやりが三島さんの健康と幸せを守ってくれているんだなぁと思いながら帰り自宅をしました また来週も来てください。とご本人が言えば、こんなに遠くまで来ていただいてすみません。私も感謝しています。とご主人が言う。帰りの車の中でも、スタッフともども、来てよかった。あとは、言葉など必要ありません。